はい、お疲れ様です。山です。ニーアレプリカント続きやっていきましょう。前回はお使いをね散々やってたんですよね。で、まあいろいろ、お金を手に入れて、新しく武器をユリの葉の剣かな、これを手に入れまして、まあ攻撃力がアップしたっていうのと、あとワードを1個ゲットしましたよね。これね、あ、武器にも付けられんの、ワードって。へぇー。で、魔法の、これ、歌を口ずさむっていうのを手に入れて、まあ、これを黒の玉にセットしたんで、まあ、魔法消費量が、まあ、魔力消費量でいいのかな、が下がりました。はい。で、まあ、こういうのもね、拾えるってことでね、ガンガン拾っていきましょう。で、お使いがあるので、ローリングとダメージを食らうのもダメと気をつけていきましょうって感じですね。多分ジャンプもダメじゃんじゃないのかな、大丈夫かな。まあとりあえずこの遠距離攻撃でいきましょうかね。いや、もう無視していこう。あっち来てる来てる来てる、早いなお前ら。ちょ待って、あー、まっすぐでいいね。はい、危ない。あ、ジャンプはいいのか。羊いるね。ヤギか、羊だ。倒したいけど全無視でお願いします。あれか、イノシシ。トロッコ。早いな、お前ら。うん。こや。粘土。ああ、でもこういう場所によって手に入れられる、入れられるアイテム、チー。何？誰もおらんぞ。いないね。休めちゃう感じ？まあ多分手に入れられる入れられるアイテム違うと思うんで、こういうところであれば鉱物が手に入るかもしれないですね。はい。あ？休めない。まあ人がいればなんかあるってことか。はいはい。じゃあ行きましょう。今崖の村にいるの？セーブ。お、そこそこちゃんとマップじゃねえこれ絶対壊しそうだよな。まあ、しょうがないか。じゃあセーブしましょう。はい。あ、村？今。あ、村だ。すげえ。あ、体力回復してる。いつ？あ、セーブポイント？あ、そういうことか。不思議なところにある村だな。ね。村長の家はどういうルートで行けばよいのか。まあ、ところどころこういうちっちゃい小屋とか、どういうなんかね、ちゃんと立ってるけど。木だけで支えられんのっていう感じはするけどね。これ大丈夫？ボスとか出ない？え、いますやん。嘘やん、嘘やん。え？村じゃないの？今。どういうこと？
かいませんか。やばい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 、うーわー、ダークソ、嫌な音がした。何かが割れる音がしたね。これでは届けても意味がなく、戻って謝った方がよくない。そうかも。じゃあ一旦これ、まあ村敵がいるから、まあなんかあったのか、これが平常運転なのかわかんないけど、これ一旦こう平和にしてあげないとどうにもなんないよね。すみません、この辺りで封印されし言葉の話を聞いたことがある人はいますか。引きこもってんだ。いた。かいね。いたいたいた。話だけでも聞いてください。血の吸収。あ、これちょっと待って。多分いいぞ。し、ワード多いな。武器攻撃力2。いい、いいよ、いいよ、いいよ。ちょっと待って、こいつだけ。めっちゃあるな。音楽を愛するロバート。おー、いいよ、いいよ。ちょ、装備しまくろう。ワード、ワード、ワード、ワード。ワードで、これに、死の、が、武器攻撃力 2% ね。で、これなんだ？ん？ワード一覧みたいなのないかな。あればわかりやすいんだけどな。ないかな。まあ、いっか。ガークチーズサーム。いいね、いいね、いいね。死の百合の葉の剣が歌おくじずさん。いいね。で、黒の玉が歌おくじずさん。ああ、そっかそっか。魔法攻撃力ね。はいはい。はい。死の、なんか吸収系がなかったっけ？あれ？あ。何個でもつけられるんだ。いいね。ん？え、防御もあんの？すげえ。ちょっと待って待って。回避もあんの？回避したら何かつけられるとか？へえ、すごい。まぁ、ちょっとまた見ていきましょうかね。何を言っても無駄のようだ。はい。カイナ、カイ、え、なんだっけ、なんとかと同じみたいな言われたね。ああ、いいいい、うお、いっぱいの狂った調律。ああ、いいやいいやいいや。アイテムドロップ率 2% 破壊できる箱。え、何？ちょっと待って、近接振りながらはできないのか。どうなんだ。チュートリアル、あ、チュートリアルか。古い教本。チュートリアルを手に入れたってなんか変な気はするけどね。血の吸収。あー、魔物を倒した時に吸収される血は、MP か。あー、消す。弾を消す。もうまるでほんと、弾幕系シューティングゲームだね。やばい、HP やばいわ。
ここでしょ、村長の家。おい、食らった。はい。北絵師亡者の。体術に有効。ちょっと待てよ。これを、まあ防御につけとくじゃないですか。あ、狂った調律。これなんだっけ。あ、これあれだ。アイテムドロップ率か。で、これつけると、腕力がアップする。これ多分あれだよね、常時発動型というか、基礎攻撃力が上がるみたいな感じでいいんじゃないか。いや、でも防御をするとってことかな。わかんねえな。まあ、ちょっと行きましょうか。ここでしょ。はい、村長。村長。なんでこもってんの？俺は帰ってくれ。話を。帰るんだ。この村から出てってくれ。話にならん。ね。なんだ。こんにちは。どうやらここにはザコしかおらぬようだ、はい、封印されし言葉はないようだ。そうだね、ポポルさんのところに戻って情報を集めよう。無駄足か。やべ、落ちられる。ちょ、マジで。じゃあショートカットして帰りましょうか。いけるか？あー、いけそう。ほら。開いたん？なんか嫌ってるよ。なんでしょう。白い花飾り。綺麗な花だな。ね。いや、ちょっと待てこれ。ちょっと待てよこれ。ドラゴンドラグーン3のあの花じゃない？まあまあまあ、でもつながりはないはずだよね。あそこからの直接的な。伝説の花だ。魅了されるのも無理はない。え、じゃあこれがヨナの集めたかった。その花に触るな。誰？うわ、あの女の人下着しかつけてないよ。なわけが。もっと他に見るべき場所があろう。ん？うわぁ、激横じゃん。え？魔物？マジで？嘘、嘘。やられる前に攻めよ。早い早い。お前ちょっと早くない？攻撃力、侮ってはならぬぞ。ちょっと待って待って待って。お前を。ほら。避けたー。防御を怠るな。はい、すいません。え、防御したんですけど。やはりこうなる。やはり。ちょっと待って。今。オッケー。当たった。オッケー。やったか。やばいぞそれ。そのセリフ。
マジで。あやつも魔法使えるのか。あやつも攻撃に侮ってはならんぞ。防御を怠るな。いやもう完璧に当てていくんで任せてください。ここはこれで勝ちでしょ。これで勝ちでしょ。何何何。ああ、うそー、危ない。いやもうこれで勝ちでしょ。これを完璧に当て続け。いやでも全然効いてねえな。切った方が早いっていうね。オッケで、魔物。すごい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 。あ、共闘なんだ。はいはい。俺が魔物を攻撃してる。魔物とか人間じゃダメなの。邪魔をするな。今は奴を倒す方が先だ。切れないかな俺は。あ、そこいた。やべ、死ぬ。死ぬ死ぬ。衝撃波に気をつけよ。はい。あ、ちょ、待って待って待って。うい、ジャンプだね。何食らった今。切れば回復するんだよね。おい、何、一瞬回復しなかった。敵逃げる。なんか出したんすけど。なんだ。あ、壊した。オッケー。死ね死ね死ね。ちょっと待てお前。の悪さ突き抜けてるよ。お前なんか大きい方の魔物を倒そう。ちょっと待てよ、これゼロじゃないか。ゼロの影響もろに受けてるキャラクターじゃないか。まさかドラゴンドラゴン3ともつながりがあったりする。いや可能性あるぞこれ。開いた開いた。はい、はい、連続。マジか。まさかこのゲームでも下ネタあったりする。危ない危ない危ない。はい、はいはいはい、壊す。 OK、 さあ頭をしばいて終わりか。 OK、
消えていく。この人、人間だよね。半分はな。いわゆる魔物付きというやつらしい。そう、悪いことしちゃったな、僕。てっきり魔物だとばかり。ともかく、この人を助けなきゃ。はい。黒の手。ああ、あったね。はい。はいはいはい。怒ってる。まあ、そうだよね。ねえ、名前ぐらい名乗ってくれてもいいじゃないの？うん。疲れてるんだ。カイネ。あー、さっきなんか村の人が言ってたね。カイネ。はい。ね。うわ、なんとなく背景読めちゃう気はするなぁ。ああ。じゃ、ちょっと待って、これ。この花といい。この、白い髪の女性といいね。性に開放的そうなところを見るとね。どうしてもドラゴンドラゴン3の主人公ゼロを思い出さずにはいられないんだよね。そしてこの音楽、かっこいいね。はい。獲物？なんか因縁が。やれやれ、巨大魔物に魔物付きか。なんだか綺麗だけど近寄りがたい人だったね。そんな感想。めっちゃ気になる。ゼロとどういう関係かな。いや、ないと思うんだけどね。ゼロ、まあ、ドラゴンドラゴン3の話は、3で一応終わってますからね。なんていうか、ゼロの因縁と、いや、終わってはないのか。ドラゴンドラゴン3では、花の力が、なんていうか、こう、世界をね、最悪に、なんていうか、世界に対する最悪になりつつあったんだけど、まあ、ゼロがね、それをもう身を挺してというかね、封印したんだよね。ミハイルの手によってね、手によってというか、まあ、ミハイルにお願いして、まあ、自分ごと花の力を封印したんだよね。で、まあ、封印なんで、いつかはまあ、解けるんじゃないかっていうことで、で、まあ、世界線は別なんですけども、ドラゴンドラグンとこちらはね。ただ、ドラゴンドラグン、言いづらいな。DOD1 で、カイムが、あ、カイム、カイネ、あ、カイムがね、主人公のカイムが、こちらの世界に来てるんですよね。だから、で、最後、音ゲーあったじゃないですか。だから、こちらの世界にも、結局、花の力が、伝わってる可能性は、なくはないよね。で、この花。で、カイネ、と、この概念と皆無の名前の一文字違いね。うわぁ。
事前情報だけだと繋がってるのは DOD1 だけだと思ってたんだけど、3ももしかしたらあるね、これ。いやー、怖いなー。ちょっと待って、これドラゴンドラグン2とかもやっとかなきゃいけないか？いやー、でも無理だな。もう始めちゃったしな。選択できんの？マジで。あー、ま、でも一旦、ヨナ見に行こうか。ね。ヨナが心配だ。様子を見に一度戻ろう。うん。まあ、ゲーム時間的に言えばもう数十分ぐらいしか経ってないですけど、多分数日は経ってるよね、これ。イノシシを帰りに買っていきましょう。お前だろ。おう、こら。お前をまずはこの、槍で。イノシシだ！イノシシだ。うわ、全然効いてない。程度ならお前にも狩ることができる。全然効いてない。あいつ強いんだよ。あらー。早いな。結構強いぞこいつ。やっぱり無理。やっぱり無理。いや強いぞこいつマジで。ちょっと待って待って待って。お前はいいんだよ。うー。これダメだ。無理か。無理だな。ちょっとレベル上がるまで待とうか。ごめん。ごめん。ちょっかいだけかけて逃げよう。でこうやってレベルをちょっとずつ上げていこう。 OK。 うわー強かったなまあイノシシだもんね。そりゃ強いか。あー血の吸収ってこういうことか。なるほどね。はい。あ、なんかある。めちゃくちゃ出やすいのかな？古い教本。あー、やばい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 。やばいや。ちょっと待って、帰れるか、俺は。逃げる、逃げる。さっきのでかいのから危なー。未だ封印されし言葉の気配がしたが。だけど、今の僕にはとても太刀打ちできない。もっと強くならないと。今イノシシに殺されかけたからね。怖っ。で、なんだっけな、このゲームなんですけど、まあドラゴンダラグーン3よりも発売日がまあリアルな時間ね、前なんですよね。だからドラゴンダラグーン3のよりも前に出てるんで、まあ、完全に引き継いでるわけではないとは思うんですけども、どうなんでしょうね。そこまで意識して作ってたのかなっていうのはあるんですけど、まあ、どうなのかなって、まあ、完全に一致はしないでしょうけども、どっかでね、つながりはあるか、あれ？あ、直立でいいのか。ちょっと休めば治るって感じ？あー、すごいな。で、まあ、ここら辺で今回以上かな。なんだっけな。封印されし言葉の手がかりをね、求めて、崖の村に行ったんですけれども、そこで門前払いを食らいまして、まあ、帰ってきましたと。で、そのと、道中、カイネっていうね。まあ、あ、来た、おっさんが来た。カイネっていうね、なんだろうな。薄着のね、女性とバトルになって、ボスとも戦ってっていうことで、まあ、なんか繋がりがありそうなね、女性、なんで、魔物付きとか言ってね、まあいろいろ新しいワードも出てきましたけど、次回、ボボル、デボル、ポポル、あ、ポポルね、ポポルさんとあと、ようなね、話を聞いていきましょうっていうところで、今回は以上になります。ありがとうございました。